株式会社愛媛朝日テレビは愛媛県を放送対象地域としたテレビジョン放送を行っている特定地上機関放送事業者である。略称はいいと。コールサインは上位 DTV でアンケイフルネットのテレビ局である。2005年4月1日には開局10周年を機に従来の大文字ベース水色と朱色の局ロゴを小文字ベース運襲未完食に変更。 さらにその10年後の2015年1月1日に開局20周年を機に小文字ベースの新しい曲ロゴを1月から HP 上から変更していき4月1日に完全変更した今は根性色がトレードマークとなっているステーションキャッチコピーは開局25周年を機に地元を愛すに変更それ以前は20周年を記念した 楽しい大人になろう。だった。2019年愛媛地区年間視聴率において、開局以来、プライムタイムで、初の首位を獲得した。創業から約四半世紀の偉業を達成した。また2019年度年度視聴率でも開局以来、プライムタイムで、初の首位を獲得した。さらに2020年愛媛地区年間視聴率においても2年、連続プライムタイムで首位を獲得した。 また、2020年度視聴率でも2年、連続プライムタイムで首位を獲得した。いずれも、世帯視聴率主な受賞歴は2018年日本、民間放送連盟小技術部門で、データベース不要、ファイルベース化における、マムの自社開発で優秀賞を受賞し、平成新曲では、初の受賞となった。また2020年にも、超テレビ連動アプリテレビちゃん。 システムの開発で同じ賞を受賞した。2020年3月30日から4代目のマスコットキャラクター、イートフレンズが就任した。みかん色の E、いよかん色の A、レモン色の T のそれぞれイートの文字と愛媛で収穫されるみかん化の果実3種を混合してキャラクター化した愛媛出身の地元を愛する3人組がテレビ局の顔として就任する。 初代マスコットキャラクターはガブリキミというキャラクターでマグカップのノベルティが存在する。ガブリキミはイートコドリという鳥の仲間で、好物は愛媛みかんという設定となっていた。その後 CI の変更とともにオタマジャクシをイメージした二代目マスコットキャラクター、ココロンを採用した。太陽の国出身でヒメロン。 クロロンなどの仲間がいたが、2015年12月31日に太陽の国に帰るという形で、キャラクターの使用を終了した。その後愛媛 FC の熱烈サポーターでおなじみのカエルのマスコットキャラクター、一平君が2016年4月1日より、事実上の良い,いとの3代目マスコットである広報大使に就任していた。2012年にもともとの勤め先だった。 飲食店、悠々亭を無断欠勤の末に、クビになり、フリーの活動を始めた頃から、フィギュアスケートグランプリシリーズの中継や、サッカー、日本代表の W 杯、五輪アジア最終予選やアジア杯などの番組宣伝 PV や、それを元にした天気予報に、一平君を起用するなど、イートとの関わりが非常に深かったため就任していたが、前室のイートフレンズが、 新キャラクターに就任したため、二千二十年三月三十一日をもって広報大使会任となった。泉北本社、演奏所かつては高松にも支社を置いていた。共同山送信所テレビ朝日系列のリモコンキー、ID 地図 I テレビと同様に、在承先発民放二局と比べて中継局が少なく、愛媛県内でも参観部を中心に、南市町地域が少なくない。 ただし、この場合でも、南市町地域では氷得アンテナを立てるか、ケーブルテレビでは、視聴可能である。また、隣接県の瀬戸内海放送、広島ホームテレビ、山口朝日放送、九州朝日放送、大分朝日放送を使い、保管受信する地域もある。リモコンキー ID5 曲名の後に印がつく12曲は、1995年の、 開局当初から放送を実施していた送信書及び中継局である。ただし、城北、中山、菊間の各局は、後の穴穴変換により、送信チャンネルが変更されている。2011年7月24日、定破時点以下のケーブルテレビではテレビが再送信されている。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展、 2003年3月31日1994年4月8日から設立。1995年1月25日、標準テレビジョン放送の試験でエンパ発射を開始。1995年3月13日から本免許交付。1995年3月25日から11時40分40秒からサービス放送開始。 1995年4月1日開局6時25分から本放送開始。1995年10月1日初代マスコットキャラクターガブリ君を使用開始。2005年4月1日開局10周年を機に CI を導入、曲ロゴをイートからイートに変更。同時に2代目マスコットキャラクターココロンを使用開始。 2006年6月1日、デジタルマスターへ更新。地上デジタル試験電波発射。2006年10月1日、地上デジタル放送開始。2009年11月1日、ウォーターマークを変更。イートから心の顔に語がついたものと、イートになった。2011年7月24日アナログ、放送終了。最後の曲名告知では、開局当時の様子や、 道後温泉などの風景を流しながら所属するアナウンサー全員で行った。また在愛局で唯一局名告知を16、旧レターボックスで行った。2015年1月1日開局20周年を機に新 CI と新ロゴマークがホームページにて使用開始。以降4月まで段階的にロゴマークを置き換え、4月に 番組表のロゴを変更し置き換えが完了した。2015年4月1日開局20周年。2015年12月31日、マスコットキャラクター、ココロンの使用を終了。2016年4月1日、愛媛 FC の熱烈サポーターである、一平君を広報大使として使用開始。2020年4月1日開局25周年を、 木に四代目マスコットキャラクター、イートフレンズを、使用開始。制作局の表記のない番組はテレビ朝日制作。テレビ、東京系列その他広島ホームテレビ、瀬戸内海放送、山口朝日放送と共同制作。各局同時ネットテレビ朝日系列送れネットテレビ、東京系列他独立局他男性女性、ABCDEFG 第24期決算広告。 2018年6月28日付、官報238ページ。機関放送事業者の議決権保有状況等、地上系放送事業者、総務省電波利用ホームページ、表彰番組、自席一般社団法人日本民間放送連盟、j-ba.or.jp。2021年4月16日閲覧。表彰番組、 自席一般社団法人日本民間放送連盟、j- 主 b a o r j p 2021年4月16日閲覧。一平君が、イート広報大使に就任。春の番組祭り、愛媛朝日テレビ、2016年3月20日閲覧。香川県高松市小飛樹町2丁目3-8、徳島新聞四国放送ビル5階区町村。 別ロードマップによると、特に、アナログ放送もデジタル放送も受信できない世帯は14,700世帯と、非常に多く、EAT よりも3年早く開局したいテレビの13,400世帯、UHF 再先発のテレビ愛媛の3,350世帯、南海放送の2,570世帯、NHK の940世帯と比べても、かなり多い。 特に出力が 1W 未満の送信書で、地局されないことがある。大規模中継局や重要中継局ですら、開局していないことがある。愛媛県内は正式なサービスエリアであるので、区域外再放送とはならない日本民間、放送連盟、日本民間放送年間2015貢献出版、2015年11月20日、417ページ。日本民間放送連盟、 日本民間放送年間2003公兼出版2003年11月435から436ページ愛媛朝日テレビ非常勤取締役同作には愛媛県出身の水木奈々も出演水木の出演するアニメ作品が当局で放送されるのは同時期にテレビ朝日系全国ネットで放送される体操侍ともどもハートキャッチプリキュア以来10年ぶり 九州朝日放送の関連会社 KBC 映像が制作協力で参加。E と開局時はハグレ刑事純情派の第8シリーズから。E と開局時は通快、3匹が切るから。第1作は RNB で放送された。E と開局時はオーレンジャーの最初期途中から。なお、 3月分はイートが開局前のサービス放送で集中放送した。e ート開局時は B ファイターの最初期途中から。e ート開局時はゴルドランの最初期途中から。e ート開局時は6の途中から。e ート開局時はスパースの最初期途中から。イートでは本放送当時愛媛県では放送されていなかった無印も放送された。なお、 イフでは、R を1年1ヶ月遅れで放送しており、S は、愛媛県では、未放映。ABNHK ウィークリーステラ2001年12月7日、午前国アナウンサー名館、NHK ウィークリーステラ全国アナウンサー名館、東京アナウンスセミナー少人数制で、徹底個別指導のアナウンススクール旅立ち、ココロンタイムイート、愛媛朝日テレビ愛媛朝日テレビ同様の番組を、 MX テレビも制作している。ありがとうございます。